ペンティアム2は、インテルが1997年2月に発売した、X86 アーキテクチャのマイクロプロセッサである。ペンティアム2という名称が付けられているが、内部構造はペンティアムではなくペンティアムプロがベースで、ある。ペンティアムプロで、初めて採用された P6 マイクロアーキテクチャを、引き続き採用したが、L1 キャッシュを倍増し、 ペンティアムプロの弱点であった16ビットコードの処理速度を改善し、さらにペンティアムでは拡張されたが、ペンティアムプロにはなかった MMX 演算機を追加したものである。ペンティアムプロでは CPU パッケージ内に CPU コアと2次キャッシュメモリがそれぞれ1枚ずつ封入されていた。この2次キャッシュに用いられていた SRAM はリフレッシュが不要。 かつ D ラムのような高速動作が可能であったが、高クロック対応品は主に汎用機やスーパーコンピュータでのキャッシュメモリとしての使用を前提として開発、販売されていたため、消費電力、価格ともども非常に高く、また、ぶどまりも非常に悪かったため、常識的な価格帯において、ペンティアムプロのクロックを向上させることは困難とされた。そこでこのペンティアム2からは、 CPU 基板の上に CPU コアチップとコアチップの1、2の速度で動作する2次キャッシュメモリチップが実装され SECC 並びに SECC2 と呼ばれるファミコンなどに代表される家庭用ビデオゲーム用のロムカートリッジ風のパッケージに封入した。これにより2次キャッシュ性能の大幅低下と引き換えに製造不良率が低下、製造減下、 販売価格の低下に寄与し、また後のコアクロック工場による性能向上を容易にした。低価格 PC 向けとして、Pentium 2の外付け二次、キャッシュメモリを削減した製品がセレロンとして投入され、サーバー用途にはキャッシュメモリを増量した Pentium 2G オンが発売された。Pentium 2正面0.35メートルプロセスで製造され、 バス速度は 66MHz であった。これは P6 アークテクチャの本領を発揮するには不十分な速度であり、またこのチップは非常に消費電力が大きく高熱を発した。特に 300MHz 動作品は最大 44.4W の電力を消費し、J オンを除いては P6K プロセッサ第1位の消費電力であった。ちなみに第二位は ペンティアム3 1.13GHz で 41.4W、第3位がペンティアム3 600MHz で 41.3W である。なお、この世代のカートリッジは4枚の SRM チップが CPU 基板に実装されており、2枚1組でインターリーブ動作することで2次、キャッシュ速度の低下を極力隠蔽する設計となっていた。 1998年に登場し、0.25メートルプロセスで製造された。課題であった発熱は抑えられ、処理速度は大幅に向上した。333MHz 版までは、FSB66MHz のままだったが、350MHz 版以降で、FSB 速度が 100MHz へ高められた。なお、f s b 版は、初期のブロットを除き、 CPU 倍率が固定されるようになった。セレロン Pentium2 ンをベースに L2 キャッシュを縮小した製品また、この世代以降の P6、軽コンシューマー向け CPU では、Pentium ロと同様に二次キャッシュの有効レンジが、従来の5 1 2イトから4イトに拡大されたため、大量にメモリを搭載したワークステーションや PC で512、 メガバイト以上の実メモリ空間にアクセスした際にメモリアクセスに巨大なペナルティが発生することがなくなったのも重要な改良点であった。1998年登場0.25メートルプロセスで製造されコア電圧を1.6ボルトに抑えたもの。L2 キャッシュは512キロバイトでコアに統合されていないため動作速度はコアクロックの2分の1である。 ミニカートリッジ、モバイルモジュールといった小型の外付けパッケージで提供されるため、交換が容易であった。1999年に登場。0.25メートルプロセスで製造され、L2 キャッシュはコアに統合された。このためキャッシュ容量は256キロバイトと半減したものの、動作スピードは CPU コアの等速と2倍になり、結果処理速度が向上している。 FSB100MHz 版が出たデシューッツと異なり最後まで FSB66MHz 背置きとなったミニカートリッジやモバイルモジュールタイプのほか、コアの微細化により従来の8分の1サイズの分がタイプのものが用意されたなお L にキャッシュをさらに半分の 128KB としたものがモバイルセレロンとして製造されたありがとうございます